やっぱ考えてなかったね。お金をタダでもらうことの切なさみたいなことを。ちなみに井出さんはシングルマザーの家で育って慶応大学に通うためにですね、お母さんがスナックを出して頑張ってくれた。おばさんと一緒に。結局商売がうまくいかなくて借金を重ねちゃうんだけど、大学院に行ってる間はアルバイトをしてその借金も一緒に返してんだよね。そういう人の書いたベーシックサービスなので、ぐさぐさ来る提言がいっぱいあるのよね。こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、吉水奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は、YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。はい、番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。さあ、ゆらさん、240回です。ねえ、ベーシックサービス、はい、あれ、これベーシックインカムの間違いじゃないのと思ったら、洋平がね、違うんですよ、こういうのがあるんですよと言って今回紹介するのが、井出栄作さんの、はい、これは小学館新書ですね。ベーシックサービス、貯蓄ゼロでも不安ゼロの社会。これどうだった、読んで。いや、なんか僕も提案した手前どうかなと思って、思った以上に読み応えあって、いろいろ考えさせられて、現実的にこうしたいああしたいとかってやっぱ出てきますよね。あるし、それとこういうさ、政策を提言する本ってだいたいクールで数字が並んでるだけで面白みが全くないじゃない。ところがこの井出さんのライフストーリーが抜群に面白いの。この人は今共和党の副大統領候補バンスと戦える、このストーリーがあればバンスに勝てる。後で話すけど波乱万丈の人生なんだよね。いや、だからなんか本作りとしてもちょっと勉強になるっていうか、正直その、めっちゃその厚さとか、自分のストーリーも出してるじゃないですか。だからイラさんがそれをどう評価するかなと思ってたら、じゃあうまくちゃんと。いや、これさ、僕、新書で涙ぐんだんで久しぶりだよ。涙ぐんまで来ました。なので今回これは素晴らしかったですね。もう大おすすめです。ちなみに、ベーシックサービスってね、簡単に言えば、ベーシックインカムみたいに直接お金を配るんじゃなくて、教育、医療、介護、福祉、それからこの人、欧米のように住宅補助もやろうよって言ってるの、それを全部タダにして、ここもうすごいパワーワードです。貯金ゼロでも将来の不安がなく暮らす。要するにいくつになっても貯金ゼロ。これ北欧の人たちってほぼ貯金ゼロなんだよね、おじいちゃんおばあちゃんでも、要するに国からお金もらえるし暮らせるから、年金で。で、結婚出産を貯金ゼロで非正規でも諦めずに済む。これ最高のさ、少子化対策じゃない？どこかの政党のポスターよりいいですね、これ。本当ですよ、ね。これができたら最高で、そのための資産を、井出さんは消費税を 16% にすることだって言ってるんだよね。6% 上げる。今から 6% 上げるだけでこれができるなら、明日上げてください。いや、本当です。もうすぐに、値札書き換えていいから。まあ、インカムはちょっと無理だろう。でもサービスならできるよ。で、ちなみにね、ベーシックインカム、まあ、12万ぐらい欲しいじゃん。一人で暮らすなって最低でも。まあ、東京じゃ苦しいけど。苦しいですね。その額でも、今の日本人全体だと、180兆円になっちゃうんだって。これは GDP の3割、4割近くなっちゃうんで、かなり厳しいよね。圧迫しますね。で、この場合、医療費は 100% です。え、3割とかじゃない？ 10 割。10割、10割負担だから、それはきつい。いくら国から12万もらえても、大きな手術したらもうアウトなんだよね。なくなっちゃう。でもこの12万って本当に最低限質素な生活をするっていう12万円ですもんね。ところが、ここはちゃんと裏があるんだよ。旦那と奥さんと子供が3人いれば、60万。そうかそうかそうか。なるほど。60万あったら10万くらい。うちは60万です、ね。そう。十分でしょ？2人だとちょっと厳しいかな、24万、でも地方だったらなんとかなる。いや、2人でも24万でさ、プラス片方が働いてたら20万もらって44万じゃん。確かに働いてれば十分。でもベーシックインカムだといずれにしてもね、その完璧にこれでみたいな感じにはちょっとならないですよ。ならない。だから12万ではなかなか暮らせないし、もう一声欲しいけど、それにはね200兆円以上かかっちゃうから、でもサービスだったら今やってる分にさらにちょっと伸ばすだけなので、かなりいけるよって話なんだよね。ごめんなさい、これ12万円を今いるその日本人の人たちにみんな一律で配るとすると180兆円かかりますよっていう話だったじゃないですか。で、それがそのサービスになると教育、医療、介護、福祉、住宅補助まで全部タダになって、消費税 16% に上げる、たった 6% 上げる、たったじゃ分かんないですけど、上げるだけでタダになりますよっていうのって、180兆円よりも抑えた金額でできるっていう意味なんですか？まあ、簡単に言えばさ、ここ180兆円じゃん、この額を配るのはちょっと大変だけど、ここに書いてあるけど、消費税を 1% 上げると 2.8 兆円の税収があるのね。で、まあ 3% めんどくさいから 3% にして、あと 6% 上げるとサブ6 18兆でしょ。意外とこの全額の10分の1、これってすごい額なので、ここ足したら結構さ、
教育とかいけちゃうんだよ。しかもその回収の方法が複雑な仕組みじゃなくてね、うん、消費税で普通にっていうところはシンプルですよね。ちなみにあの日本人ってさ、妬みがすごいじゃない、競争をなるべくしたくない、うん、で誰も彼も平等でいい、うんうん、でそんなにお金持ちにならなくてもいいって本当は心のことを思ってんだよね、まあ、だからそういう話になるんですよ、ね、そうなので、例えばじゃあ大金持ちから分取ってみんなに配ればいいじゃないかって言うんだけど、うん、それでは実際ダメなんです。それ書いてありましたね、でもそれがなんかシンプルな発想って感じがしちゃいますよね。数字としては全然でしたね、うん、だってさ消費税 1%2.8 兆円3兆円弱よ、うん、1300万円以上の所得の人たちの所得税 1% 上げてもほら1500億あら 0.15 だから全く届かないですね。全く届かないの、うん、で法人税を上げるとここはまあちょっと強いけど、それでも5000億でしょ、6倍だよ。そっか。で正直言ってさ、もうここの人たちってさ、2000万以上の人って人口の 1.5% ぐらいしかいないの、うん、こっからどんなに絞り取ったって無理に決まってるよね。確かに、パイが少なすぎる、ね、パイが小さすぎるから、うん、なのでみんなの消費税で上げた方がいい、でそれを配ると、うんうんうん、でそれだったら生活保護があるじゃんって言うんだけど、うん、生活保護ってさもうみんな知ってると思うけど、ものすごい受ける方にはハードルが高いんだよね、うんうん、窓口に行って、友達でも何でもないさ、うん、役所の人にさ、うん、貯金はあるのか、うん、車持ってるか、持ち家はあるか、なんか家族親戚とかで金持ちいないかっていうのを根掘り葉掘り聞かれて、うん、それに答えるってひどすぎない？うん、どれだけ自分が貧乏かっていうことを全然知らない人に言わないといけないってことです、ね、うん、そう、その上例えば地方でスーパーとか何人もない、うん、車がなかったら買い物は全くできないっていうところでも、うん、車売らなかったら生活保護は入れないよっていうからね、うん、そしたらね生活できないですよね。できない、すごい惨めな気持ちになっちゃう、うん、だからそういうようななんか選別をするよりは、うん、サービスだったらお金じゃないから嫉妬を生まないっていうんだよね、うん、ここでこの井出さんの話を聞いて一つ思ったのは、うん、井出さんは貧乏な人の気持ちがちゃんと分かってる、うん、これは役人と高級官僚とか政治家にはほぼいない人のタイプなんだよね、うん、やっぱご自身のね、そう、この今までのバックグラウンドにもかかってる、そうそう、それがもう素晴らしくてそこで泣かされたんだよね、うん、でさあみんな思うじゃん、東京大学の大学院を出て慶応大学の教授になるような人だったらもう人生安泰だ、ね、もう上がりでね、上から入ってところがですね、この人40代で脳出血をやるんですよ、うん、で脳出血やった時にはって思うの、あ、もしこのまま病気が治らなくて後遺症が残って大学の教員として教えられない、原稿も書けないっていう風になったら、うちは3人いる子供たちは大学にもやれないし持ち家も売らないとダメだ、もうおしまいだって、まあ幸い病気は治るんだけど、その時に生命保険入ってるから死んだらみんなその後の人生が安泰だと思うっていうさ、うん、え、東大大学院出て慶応大学の教授でもそんな状態っておかしくないっていう話なんだよね、うん、確かに確かに、それみんな思うじゃん、そしたら岩井くんもそう思うでしょ、なおさらそうですよね、うん、確かにおかしいんだよね、うん、そんなはずないじゃんと思わない、うん、そうですよ、ね、いやだから今日この後この話になるかもしれないですけど、やっぱりこの本はその彼のストーリーとかバックグラウンドから説得力ある上に具体的な提言もあるし、うんうん、なんか久しぶりに僕個人的には今年読んだ新書系の中ではちょっとトップクラスかなと思って、いや僕もそうだよ、うんうんね、ちなみに、これはもうちょっと前の本の新書での出し直しなので、2015年のおさらぎ二郎論壇賞、16年の、慶応こんな賞やってんだ、慶応義塾賞っていうのがあるんだ、うん、全く知らなかった、うん、でも押さえ木二郎はね、なかなかノンフィクションとか政治、うん、社会学みたいな本の中ではトップランクの賞なので素晴らしいよね、うん、でも良かったですよね、やっぱり、まあうん、あのベーシックインカムは僕らありましたけど、うん、正直最初見たけどちょっとなんか違うんだなぐらいだったらね、うん、そうそう結構根本が全然違うという、うん、やっぱ考えてなかったね、うん、お金をタダでもらうことの切なさみたいなことを、うん、そう本当そこが一番きましたね、うん、でちなみに井出さんは、シングルマザーの家で育って慶応大学に通うためにですね、お母さんがスナックを出して頑張ってくれた、うん、おばさんと一緒に、うん、でまあ結局商売がうまくいかなくて借金を重ねちゃうんだけど、うん、大学院に行ってる間はアルバイトをしてその借金も一緒に返してんだよね、うん、そういう人の書いたベーシックサービスなのでぐさぐさ来る提言がいっぱいあるのよね、うん、なので、まあ今年新書いろいろ紹介したけど、今年一冊読むならこれ、うん、本当ですよね、うんうん、大おすすめなのでぜひ読んでみてください、まあ、この後ね、まあ、みんなで話したいこととイラスに聞いてみたいこともたくさんあるんですが、じゃあそれは後ほど本編で、はい、ということで、ここで、ノアさん、お便りご質問来てますでしょうか。はい、じゃあまずお便りからいきます、はい、ロックペグババアさん
20代女性の方からいただいています、シャープ211にて貯金を6万円から5万円に減らしメンバーシップ登録したというお便りを読んでいただいたロックペグババアですいた、ねうん、そこでイラさんに気にしていただいた投資信託ですが、もちろんネット証券でニーサしてます、昨年の12月までは積立ニーサを上限までといくつかの米国ETF を2万7000円程度になるように組み合わせていました。今は新ニーサで米国 ETF が成長枠として購入できるようになったので、パズルのように予算を配分するのが楽しいです、投資に取り組み始めたのは2年ほど前からで、それまでは現金で貯金をしていました。今もボーナスは現金で置いているので、そこから歯の矯正費用を出したり、国内以外の旅行に行ったり、妹が結婚した際にはお祝いを包むこともできました。我ながらメリハリがあっていい家計だと思っています、さらに褒めポイントの種をまきたいのですが、この家計から大学時代に借りていた奨学金の返済もしています、無利子の奨学金なので、奨学ずつ長期間かけて返済する予定です。自分の貯金やお金についての考え方はすごく親しい人や信頼できる身内にしか話していないのですが、同様に周囲の考え方について聞くことも少ないので、おとらじで皆さんがお話しされている内容や読まれているお便りからいろいろな価値観があるなと勉強になります。これからも社会性のチューニングだと思って楽しく拝聴したいです。また褒めていただけると嬉しいです。でもさ、ほぼ完璧だよね、これはもう立派、素晴らしい、社会性のチューニングって言ったら、ただ一つだけ言えるとしたら、今あの円安局面だったのが円高に変わったじゃない、なので海外株投資をしている人にはこれからちょっとしばらく辛い時期が来るんだけど、でもそれも全部無視してコツコツ続ければいいと思うので、今こそね、逆にそのいつもの話ですよね。そうそうそう、長い目で、だからあんまり気にしないで、まあ額が増える増えないも気にしないで、まあ、正直あの3ヶ月に1回ぐらいチェックする、あるいは年に1回チェックするぐらいで十分なので、長期投資だから、であの少々損をしてもへこたれずに頑張ってほしいかな、はい、ありがとうございます。いや、立派だよ ね、素敵なお便りでした、じゃ次質問です。岸田さんが新しい資本主義というものを話していますが新しい資本主義とは何について、経済に詳しい石平さんから詳しく教えていただけないでしょうか。ごめんね、あのね、岸田さんは新しい資本主義って言ってるんだけど、それの中身は何かっていうことは全く言ってないのよそうなんだ、で、まあ、今回新NISAをやったんで、要するに金融所得を上げようみたいなことはテーマに入ってるらしいんだけど、分かんないです。要はフジテレビが新しく生まれ変わったっていうのと岸田さんの新しい資本主義って似たようなもんなのでフジテレビって何が変わったのっていうのと一緒なるほど、見ても分かんないっていうね、分かんないよっていう、なるほどなるほど、まあ頑張ってねって言ったら、岸田さんももういいじゃん、そんなせめてもあと秋まであと1ヶ月か2ヶ月の命なんだからそんな、だから次の総裁選で受かるはずがないのでもう、まあ出るって当人は言ってるけどね、でもだからって言って、じゃあ次の総理になれそうな人っていましたっけ、なんか、あの自民党 の、あの議員が全部で支えればどんな人でも総理になれるからそういうことですか。だからあの今回あの秘書給与をちゃろまかしていた女性参議院議員だけど、あの人を別に秘書にしたっていいんだよ、自民党が全部で支えれば勝つんだから。え、怖い。例えば今回の井出さんとかはちゃんと志があって、こういうことだから、これ世の中こう変えたいっていうお話じゃないですか。だけど、今の話だと何も考えてないけど、とりあえずこう旗印になるような目立つ人を上に立たせればいいっていうことですよね。そうなっちゃうね。でもそんな人が日本の首相って怖くないですかっていう。だから日本の場合はさ、実は集団指導制なんだよね。首相が力があるって言っても。党全体で動かしている、でそこから大きく外れることはないので、ここで引っ張ってる感じじゃないですよね、党で一応代表をこの人立てといて、だって自民党にトランプみたいな人いないじゃない、じゃあすっごいこう脱線するというか危ない方に行くこともないけど、何かこう改革っていうこともないっていう、そうだと思う、うまくバランスいいところをていうか自民党の政権を選ぶってそういうことなんだよね、大失敗もしないけど大成功もないよ、日本っぽいですね、このまま変わらなくていいんだよね、みんなっていうのをずっと選んでるっていう、確かに。ただ言っとくけどさ、そうやって選んでる自民党だって、これ自民でせいぜいよくて 30% だからね、でそれ以外はみんな 10% 台とか、それ支持率、そう支持率以下なので、これ以下だから、50% も取ってるとかないってことですよね。そうだから、こんなに自民党一強で強い強いって言うけど、 30% の岩盤で取ってる、勝ってる、まあ要するに投票率が低いからね、これ考えたらトランプが勝つのと一緒だよね、40% の岩盤支持者だけで勝てるトランプ、一強っていうのとはちょっと違うですよね、基本的に、まあ、全弱っていうと言い過ぎだけど、そうそう、全弱の中、
一番頂点、はい、一番中学中ぐらい、うん、だからそう考えると難しいかもしれないが、本当になんか新風、もうそれこそ新しいじゃない、資本主義じゃない、新風を起こすような本当のなんかあれば変わる可能性はあるって思いたいですね、うん、っていうか、このやり方が本当にキーワークするんだったらやってほしい、伊達さんね、うん、ただこれはもうものすごい変化だよね。そうですよね、だってこれから消費税を 6% か 7% 上げるんだから、うん、でも皆さんがやっぱり見てる方気になるのは、消費税 16% も上げんのっていうことなんだと思うんですけど、ここが多分有料部分で、うん、それを上げることによってどんないいことがあるかっていう話。でもさ、考えたらさ、北欧でもまあヨーロッパはみんなそうだけど、だいたい 15% で 20% 超えてるよね。高めてる。あれじゃない、まあそうね、うん、本編出ると思うけど、やっぱりそのこの本の中にもあったけど、はい、そう、もうこれ賛同して、うん、さあ OK ってなった時に、そう 6% 上げた時に、でも待てよと、これ必要なサービスを受けられる人だけど全体として自分の家計大丈夫かってなった時に、でもね、そうそうそう、見たら全てのライフセキュリティに正しく使われれば払ったお金はトータルで必ず戻ってくるって書いてあったから、ね、うん、それがまあいかに本当にそうかってことですね。まあ普通の会社員に関してはさ、うん、マイナスになるはずないよね、うんうんうん、ただ逆に生涯独身で、うん、教育費とか享受しない人、そうそう、が全く発生しない人にはトントンぐらいになっちゃうかもね。でも住宅補助とかっていうのもありがたい話ですね。まあね、住宅補助入れて言ってるからね、うん、それができたら大きいよね。そうそうそう、住宅補助ね、まあ、その辺は後ほどしましょう、うん、はい、うん、はい、ということで、続きは4通りこの後本編ご視聴法がございます、うん、YouTube メンバーシップ、そしてニコニコ動画、そろそろね復旧の話なんかも聞こえつつあるんですが、 ね、うん、そして Apple Podcast、audiobook.jp いずれかの方でご視聴いただけたらと思います、うん、それでは本編で、はい、さっき無料部分のところでさ、脳出血を起こしてこのまま死んだ方が生命保険のお金でうちの子供たちも大学に行けるし、死んだ方がいいのかなって、東大大学院で慶応の教授になって俺は死んだ方がいいんだって泣かないといけない、この切なさ辛さあるよね。でこの人3回死にかけたんだって。もし日本人がみんな本当に困ってる人に優しいんであればこれはできる。ただみんなが別に優しくないし、まあ誰かがどんなに困ってもいいし、生活保護とか受けてる人を叩いてるようではこれは実現できないよ。だからどっかで日本人の心自体が変わらないと難しいかな。生活保護叩きみたいなことしてるうちは無理だな。なんか怒りの矛先が政治とかじゃなくて、うん、自分より下の人に行きがちですよね、うん、なんか今って、ね、今はね、どうしちゃったんだろうね。で世界中でそうなんだけど、なんか品性下劣になってない、うん、実は僕がデビューした頃、小説って人間の良い部分を探す、ものすごく辛い中でもある誇りだったりさ、自分のスタイルを持って生きるっていう人を描くことが多かったけど、今はなんかこんなにも人間って下劣なんだっていうのを書くようになるじゃない。